全世界の男性誰もが感じたゲームの主人公男多すぎ。どうもペオクです。今回は女性が主人公の神ゲーを5本紹介いたします。ゲームイコール男性のイメージが強いせいか8割以上の作品の主人公は男性だと思います。最近では男性と女性どちらでも選べるゲームも増えてきましたが、女性だけっていうゲームはそこまで多くないです。なので女性の主人公がもっと増えてほしいという願いを込めて今回の動画を作りました。また今回紹介する女性の目次も作ったので、ぜひ気になる女性から出会ってください。それでは早速始めていきましょう。インファマスファーストライト。今作品は2014年9月11日にダウンロード発売限定で配信された TPS 視点のアクションアドベンチャーになっています。今作品は PS4 インファマスセカンドサンのダウンロードコンテンツになっていますが、ダウンロードコンテンツ単体でもプレイが可能な珍しいゲームになっています。主人公アビゲイル・ウォーカーは元麻薬中毒者で、ある日突然超能力ネオンという力に目覚めてしまいます。そのせいで両親に裏切られてしまった悲しい過去も持っており、本人の性格もこれまでの苦難を物語ったような人間性になっています。物語の内容としてはインファマスセカンドサンの主人公と出会う前の物語となっており、主人公フェッチの兄が何者かに襲われ行方不明になってしまいます。その兄を探すため兄の知り合いに協力を得ながら調査していく内容になっています。ゲーム性についてはダウンロードコンテンツであるもののオープンワールドになっており、ネオンという超能力で空中浮遊や高速移動したりできるので、移動するだけでも楽しく、まさに縦横無尽にマップを駆け抜けることができます。戦闘に関しても遠距離近距離どちらでも戦闘が可能で、エフェクトがネオンでの攻撃になっており、見ていて綺麗だしド派手です。またストーリー以外にも遊べるモードがあり、バトルアリーナという敵を倒してポイントを競うミニゲームもあるので、ダウンロードコンテンツでありながらもかなりのボリュームになっています。本作の元であるインファマスセカンドサンをプレイする前にまず今作品をプレイしてもらいたいです。現在値段も2000円以下とかなりリーズナブルとなっている作品。コントロール。今作品は2019年12月12日に発売された、ジャンルが TPS 視点のアクションアドベンチャーになっています。今作は主人公ジェシー・フェイデンが異世界となったビルの中で人型の敵やクリーチャーを超能力や変形銃を使用して戦うゲームになっています。主人公ジェシー・フェイデンは30代前半ほどの見た目で、赤い髪に革ジャンを華麗に着こなす大人の女性。今作の目的である行方不明となった弟を探すため危険な場所にも立ち向かう家族思いの一面も見られ、ザ・主人公といった感じ。物語の内容としては先ほども話しましたが、異世界に行ってしまったビルの中が舞台となっています。主人公ジェシーは行方不明になってしまった弟を探していると、超常現象を扱う政府が弟の失踪に関わっていることを突き止めます。そしてその超常現象によって異世界へ行ってしまったビル、通称オールデストハウスというところにたどり着きます。そこでは現実ではありえないような現象や生物を目にし驚愕するジェシーでしたが、弟を救うため自身の持つ超能力でビルの内部を調査していく内容になっています。少し難しい内容ではありますが、簡単に言ってしまえば弟を救うために異世界へ行ってくるねという話ですね。ゲーム性に関しては超能力を使用できるので非常に爽快感のあるゲームになっていると思います。超能力で敵を投げ飛ばしたり、相手を洗脳し味方にさせ仲間割れさせたり、空中浮遊しながら相手を攻撃したりと、超能力といえばこれでしょといった技が使用できるので、ド派手な戦闘が好きな方や超能力系のゲームが好きな方にはたまらない作品になっています。また超能力だけでなく銃も使用することができるのですが、ただの銃ではなく5つのフォームチェンジすることができ、ハンドガンやショットガン、スナイパーライフルといったさまざまな種類の銃を一つで撃つことができ、かなり万能な銃となっています。このゲーム、日本語字幕はあるものの吹き替えに対応しておらず、字幕だけなので会話を読めなかったり物語自体分かりづらかったりするので、物語はおまけ程度に爽快なアクションが楽しみたいという方や大人の女性を操作したいという方には非常におすすめの作品。ラストオブアス2。今作品は2020年6月19日に発売開始になったアクションアドベンチャーゲームラストオブアスの続編となっており、物語の内容は過去作と大きく関係した作品。疫病によって荒廃した世界で人間同士の争いが行われていきます。今作の主人公エリーは気が強く男勝りな主人公。物語では男性ではなく女性との色恋を表す描写が描かれており、男性のような女性という印象。疫病が蔓延した後に生まれたため家族がおらず誰にも愛されたことがない悲しい主人公でしたが、過去作の主人公ジョエルと共に旅をすることで家族の愛絆を感じていきます。
過去作では主人公ジョエルが疫病を治すためにエリーだけが持つ疫病の抗体を病院へ連れて行ってワクチンを作るという物語でした。結局ワクチンを作るにはエリーが死ぬ必要があり、過去作の主人公ジョエルがそれを激しく反対し、手術しようとしていた医者を殺し、エリーを無理やり連れ出して抜けるというまでがワンのエピソードでした。そして今作ではその手術の際に殺された医者の娘がワンの主人公ジョエルを殺します。その復讐のためのエリーが旅に出るという物語。今作では戦闘が非常に面白く、クラフト要素もあります。他の作品ではあまりないうつ伏せ状態になれたり、相手の攻撃を避けるドッジ機能もついており、物語に力を加えながらも戦闘も同じレベルで力が入っています。戦闘はステルスが基本のスタイルになっていますが、犬を連れている敵もおり、同じ場所に留まっていると匂いで場所がバレたり、口笛で連携を取ってくる敵もいるので、時にはこちらから交戦しに行くというのも戦略として必要になってきます。また今作では主人公エリーの他に復讐アイテムも操作することになります。ダブル主人公みたいな感じなんですね。この割合としては本当に半分ずつプレイしていく感じになっています。なのでエリーだけの状況、心情を見るのではなく、復讐相手の状況や心情も明かされていくので、過去作同様に主人公のやっていることは正しいのか考えさせられる作品。ホライゾンゼロドーン、今作は2017年3月2日に発売されたオープンワールドアクション RPG になっています。今作はアーロイという女性の主人公が文明を破壊され、機械生物が闊歩する世界で冒険するゲームになっています。主人公アーロイはノラ族という民族に属していましたが、生みの親が誰かは分からず、民族の中で差別を受けている悲しい主人公。自分の親を探すために冒険し、巨大な敵にも立ち向かう、まさに主人公の資質を持ったアーロイ。運動神経も抜群で、性格は男勝りな部分があるが、どんな状況にも冷静に分析する力を持っています。物語の内容としては、文明が破壊した1000年後の世界が舞台となっており、そこの部族の中に主人公アーロイがいました。しかしアーロイは生みの親が不明で、部族の周りから異端者扱いを受けており、自分の母親が誰なのかを解明すべくある試練に立ち向かいます。その試練では最高成績を取ると一つだけ長老が願いを叶えてくれることを知り、その試練に挑み、なんとか最高成績を取ることができました。しかしその直後に何者かに襲われてしまい、アーロイをかばった育ての親が殺されてしまいます。そしてその育ての親を殺された復讐と自分自身の解明をするために部族から離れ、物語は進んでいきます。本作品の物語は専門用語が多く、正直物語の内容は理解しづらいですが、とりあえず復讐して自分の生まれを調べたり、機械生物が存在している理由などを解明していくといった感じと思っていただければいいかなと思います。本作品については PS5 で続編が出るので、今作で解明されなかったことが続編では解明していくと思いますので、大筋だけでもつかめればいいのではないかと思います。ゲーム性については全体的にストレスを感じさせない操作性になっております。アーロイは基本的に弓を使って戦闘していくのですが、矢の種類が豊富で、氷、炎、爆裂、状態異常といった付属矢を使用できるので、敵の弱点を狙って攻略していく戦い方や、罠を張って相手の動きを封じて近接攻撃で仕留めるといったこともでき、戦闘面との組み合わせはかなり面白いです。また基本的に機械生物との戦闘になるのですが、オーバーライドといった技で7割の機械生物を仲間にすることができるので、そこも非常に魅力的なシステムになっています。アーロイと機械生物の共闘も可能。弓矢を使ってステルスキルやド派手な戦闘が好きで、アーロイのお尻を見たいという方はぜひプレイしてほしい作品の一つです。Life is Strange、 今作は2016年3月3日に発売開始になったアドベンチャーゲーム。人生は後悔の連続、そんな人生をやり直すことができ、その選択によって物語が変動していくゲームになっています。今作の主人公マクシーン・コールフィールドは18歳の女子学生で、本名はマクシーンですが、周りからはマックスと呼ばれており、自身もマックスと言っています。自分に自信がないネガティブ思考の主人公、ただ写真を撮る腕が高く、常にカメラを持ち歩き、カメラで自撮りをするのが趣味といった、まさに今時の高校生。アメリカオレゴン州の田舎町を舞台に、マックスは高校で写真を学んでいました。ある日突然時を戻す能力を発見し、親友と共に女子生徒の失踪事件を能力を使って調査していくことが物語の始まりとなります。今作のテーマは時間を戻すことと選択することに重きが置かれていました。またゲームというよりも海外のドラマを見ているような作品になっています。物語を進めるには何度も時を戻す必要があり、その都度選択肢も増えていきます。ただストーリーメインのゲームですので、ゲームとしてはどうなのかといった賛否両論な声も上がっていますが、ラストオブアスのように考えさせられる作品が好きな方には非常におすすめの作品だと感じました。いかがだったでしょうか。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。次回もゲーム紹介をしていくので、ぜひ登録評価の方お願いします。それでは次回のゲーム紹介でお会いしましょう。